2020年12月の第32回つくばスーパーバトル、 2.1 リッター GT3 RS タービン仕様、軽量化なし、保安基準適合、 RE71RS 装着の86が1分2秒543の好タイムを刻んだのは記憶に新しい。それから10ヶ月後の十勝スピードウェイ、ドライバーを務めた菊池康氏の姿はそこにあった。十勝でも驚愕タイム、 GR ガレージ札幌厚別通り、86ターボと GR ヤリス。皆さんこんにちは、菊池康氏です。見てください、今日は十勝スピードウェイに来てます。今回の出張タイムアタックはこの車のオーナー上野和弘さんのリクエストにより実現。去年からどこをバージョンアップしたかというと、まずタイヤ、確か昨年は235同士だったのかな、フロント255、そしてリアを265です。RE71RS、そのタイヤは変わらないですけどね。でさらにもっとリアのトラクションを稼ぐためにウイング、このゲーターをかませてちょっと上げて、リアのねダウンフォースを稼ぐようにしました。まあエンジンパワーとかもともとある、車なんで、エンジン系はそれほど、いじらずに、タイヤそしてウイング、そしてちょっとねサスペンションなども、バージョンアップして、より、この素材の良さをね引き出して、いいタイムを出していきたいと思います。1本目の走行は現状把握、そしていけそうならアタックもという予定。やっぱりタイヤを全体的に太くしたから接地感ありますね。ああ気持ちいいな、ちゃんと回転域関係なくすごいどっからでもトルクがあるんで、どうやらアタックに入るようだ。しかし本領発揮ではなさそう。まず今1回ワンアタックだけしてみました。ちょっとね車速が高くてやっぱりタイヤのグリップも上がってるんで、高速コーナーでちょっとねガソリンがガス欠症状が出ちゃうというか、まあ、今半分ぐらい入ってるんですけど、それだとちょっと足んないの。もうちょっとやっぱりガソリン入れないとそこでガス欠症状が出てちょっとロスしちゃったんで、それでまあ今30秒6なんで、まあ、29秒台はなんとかなんかいけそうかなっていうフィーリングはあります。でやっぱりそのバージョンアップした効果が現れていて、リアのトラクションは格段に上がってますし、ここだけのパワーもねしっかり受け止めてアクセル多少ラフに踏んでもトラクションかかるんで、まあ、やっぱりその効果は出てます。まあ、あとねちょっと細かいところでその分フロントがちょっとアンダーステア気味になったかなっていう感じはあるんですけど、ちょっとその辺を今回、対処して次もう一発ね、行ってみたいと思います。2本目は11時台、この時期の十勝にしては暖かい気候。カメラが驚いたのか音声が聞き取れないのはお許し願いたい。燃料タンク内3分の2ほどの状態でアタック。ミッションはノーマルベースで TRD の4速ギアとレボリューションのサイドブッシュで強化、 WPC 加工も施されている。ファイナルは G グレードオートマ用の 3.7 でロングに。 LSD は OS 技研のスーパーロックワンウェイを選択。
安氏が感じた改善したいポイントは以下の通り。前輪のアウト側のダメージが大きいので、キャンバーやキャスターを増やしたい。またリアのバタつきによるアクセルオンの遅れに対してはブッシュのピロボール化を試したいという2点だ。この2本目もガス欠症状は完全に解消できていない。念願の1分30秒切りは達成できるのだろうか。なんと1分29秒454、大台をクリア。出ました。やった。うん、これは筑波も筑波もまた遠征ですか。 GR ガレージ札幌厚別通りのデモカー、 GR ヤリスハイパフォーマンスも午後からの走行枠でアタック。こちらはサブコンピューター、マフラー、サスキット、ブレーキパッド程度のライトチューン、255-35R18 のポテンザ RE71RS を履く。これ早いよ。これなんか、ちょっとロムチューンをして、なおかつマフラーサスペンションして、タイヤも 71RS 仕様で、このくらいでも乗りやすいし、パワー感あるな。もりもりトルクありますね。そんなわけで俄然期待が高まるこの車、そして予期せぬ結果が待っていたのだ。マフラーは HKS スーパーターボ、ECU チューニングはレースチップ GTS による、サスは HKS ハイパーマックス S で、フロント7キロ、リア6キロのバネレート、フロントキャンバーは 2.7 度と増やしているが、当は車高を下げた状態で純正基準値になるよう調整している。ブレーキパッドはプロジェクトミューの HC プラス R3、 ホイールは18インチ 9.5J、インセット38の TE37 サーガ S プラスを装着。86で29秒台が出て、この日の取れ高は十分だったが、 GR ヤリスも1分30秒813をマーク。いやー、よく走る。それでは菊池康氏の総評で締めたい。まずは86。はい、というわけでですね、本日はるばる十勝スピードウェイまで来て、この GR ガレージ札幌厚別通りさんのデモカーでもある、ターボ86を、まあいろいろね、レベルアップして、っていうテストをしたんですけども、意外と結構早かったんですね。タイム的には1分29秒4っていうタイムが出まして、そのタイムだとまあまあ早いみたいです。で、まあ、この車何がすごいのかっていうと、もう普通に乗ってきて、走ってタイムアタックして、そのまま乗って帰れる
っていう仕様が、まあ、大前提なんですけども、あのね、何がすごいってちゃんとねパワー感があるんだけど乗りやすいです非常に。エンジンの、パワーバンドもそうだし、それに対してサスペンションタイヤ、そこもねしっかり機能してトラクションしっかりかかってますし、全然ピーキーな部分がなくて結果しっかりアクセルが踏めてそういうタイムに結びついたんだと思います。でね、特別なことやってないです。あくまでもお客さんができる範囲、本付けタービン、セッティング、そしてねサスペンションとかもうその辺は全部、まあ、市販で買えるもので仕上げてます。そういう意味では本当に、ね、レブスピード見てるユーザーさんに、は一番こう当てはまる仕様なんじゃないかなと思います。まあ、本当にこれがね多分ねおそらくパワー的には最上級だと思います。400馬力以上出てますし、これ以上ね出しちゃうとあのミッションがねちょっと厳しかったり、そういうパワートレイン的なところがねもっと強化しなかったり しないといけなかったりするんで、そういった意味ではこれ最上級のね86ターボだと言えます。しかも メーカー系のね GR ガレージさんでこういうチューニングをしてくれる、で車検も通ります。なんで本当にぜひこれお手本にしてほしいです。早いです。続いて GR ヤリス。はい、そして GR ヤリスもね、今回、ライトチューンでアタックさせてもらいました。まあ、コンピューターチューン、そしてサスペンション、タイヤ、ホイール、マフラーなどの、まあ、本当に市販品でチューニングした、仕様なんですけども、全然ノーマルよりもパワーアップしてますし、どこが違って7000回転まできっちり引っ張ってもそこまでパワーがついてきてるっていうところが全然違くてですね、それでいてちゃんとそのパワーを受け止めるサスペンションとタイヤでセットアップできてるんで、本当にちょっといじるだけでこれだけ速くなります。もうやっぱり素材の良さっていうのが引き立ってると思うんで、そんなにねバリバリに、カスタマイズしなくても十分楽しめて、しかも速くサーキット走れるっていうのを改めて感じました。なんで GR ヤリス乗ってる人もですね、ぜひぜひこのぐらいのカスタマイズして、できたらサーキット走行を楽しんでみてください。